こんにちは、マック栄のサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はファミマの焼き鳥、これ何回目でしょうね。今回はじゃじゃん、振り袖っていうやつを買ってみました。今ね、なんかキャンペーンでちょっと焼き鳥シリーズ安くなってるみたいですね。はい、こんな感じです。美味しそうでしょう。こうやったらちゃんと、おー、いいですね。こちらいただきます。ちょっとね、冷えちゃってるんですけど大丈夫だと思います。ではいただきます。うん、うまっ。普通のあっさりしたね、鶏肉で、うん、でも皮みたいなちょっとね、脂身のってるところもあっていいですね。味がね、濃いからね、これでね、クイッといったらすごいうまいでしょうね。おかずになるレベルの味の濃さなので、おむすびとかね、普通の塩むすびとかあったら最高じゃないですかね。あ、美味しい。うん、ああ。ここもね、皮みたいな部分とあっさりめの鶏の肉があって、両方楽しめていいですね。味がね、これ濃いわ。ん？うん？うまっ。まあ皮が3で普通のが7ぐらいかな。なんか両方味わえる感じでいいですね。結構ボリュームもある感じがしていいですね。うん、うまっ。なかなかこの、ああ、皮のこの食感いいですよね。あ、なるほど。あ、振り袖ってちゃんと書いてましたね。うん、これね、お酒のおつまみとかね、おかずには最適ですね。逆に言うと、なんかね、飲み物とか中がなあった方が進みやすいけど、まあ一本普通に食べてもね、なかなか贅沢に楽しめるかなと思います。というわけで今日はファミマの振り袖を食べてみました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。